決勝という形になります。いきましょう、準々決勝第1試合は、はい、キーマーは、斎藤さんゲーチーム名は紫に、そして対象ツービーガーはよしよししてあげる前方コモダブランカー。さあまずは前方のザンゲーブランカーの後、さあまずは押していくアップコモダブランカー。さあモアさんがタグリアに結構攻めていきます。さあ私受けが追いついてるから、さあここで押し返していく斎藤ザンゲー左足、しかしコモダブランカー一気に押し返して、まず1ラウンドラウンド目、はい、左足からもう一回スクリュー吸って、あーと、さあ、1目は反転回転チューチュー、さあ、チェコ前からレーションカードカード、さあ、持ち上げ、しかしスクリューです、最短体力リード、あーと、グッド大パンクライスクリュー、斉藤さんに取り返せ。サウンドオフェン。正面玉ボルダガード。押し出し最後。チョップを振って、チョップを振って、ノンチョップを振って、おーと、これはパンチで返せ。ハードで当たってしまう、壊しスクリュー、さあダブルボンチャンカーになった、さあチョップがうまく効いているサイド、さあダブルボンどうする、ダイヤシーハード押していく、ただしこれは最初の先鋒戦、最初の紫メガ、さあここはまず一人で攻撃したいところ、さあボルトメキャラ同士の対決、さあどうして相性なのか、さあパワー的なデカーベルの方が上なんでしょうが、さあ最後の最後で、さあまずはここがブランカー対決だ、タギは抜けて、もう止める、あーっと
これ、おっと、
さあ、ミステラスワーガーというか、オリユーさんですね。オリユーのレア、さあ、して、ダブルで、ブルyou
勝利。
のタイミングで松井が取り返す。交流権取っていける。
最終組み返せ。あと最後落ち着いてスラッと撃破戦か。ラウンド1さて一方対称戦って言ってる間に1ラウンド。さあ大将出てくるな、フジモン DJ。 さあ最初の飛びが通っただけだった。あと、ここはなんとか一人とか一人一本にして、さあ、メンタル受け際がちょっと低いぞ。しかし飛んだらスラタイク。最後は歩いてからのジャンプだ。落ち着いてタッチ OK タイク。さあ DKY3 立てのリーチ。まずはスラタイクのラストに当てからのセカンド。オーバーファイル。オーバーファイル。オーバーファイル。スラタイク。最後は中パンチ。さあ KKY 三立て。ダブシム。さあダブシムが先行で出てくる吉田チーム。さあどうなる？さあエクスマニア。最終戦ということでやっているんだが、このままだと関東勢に優勝されかねない。最後はダイヤスタイク。
超大脚力で脚力をということを言ってる間に中中さあな今後からの投げに切ってる会社中田翔和で3ラウンドへこの大事な中継戦レバートラブル、ボタントラブルがありましたが、さあここから再開、3ラウンド目からさあ大将の松に対して読み合いどうぞ。さあ龍中堅、さあこのラウンドで終わってしまうのかもしれない。このスイングは一発だけ。さあ読み合いどう、体力リード、正面ガードダイヤ刺してマシンガニー、次は正面から勝利さあ盛り上がってまいりましょう。大将対決、マスク県対ゴールドブランカ、県対フランカの決勝大将戦。さあ裏回ってマスクだが、さあまずはダイレクリーダーを決まってステッティング、チェンパで潰してローリング。さあ歩いて歩いて押し込んでいく、だから壊しワイルドファンク、ガチ系からの大キック、あと割り継いでもう一回。さあリーチはコムドブランカ、さあ予選のリベンジなるか。出発台球からダイヤシーもう一回、さあ一文字から波動押し返して足がにを通す、手繰りが通る。さあドクロピオからの大パン、さあマッツン取り返して最終ラウンド、まずはローリングから。昇竜できる、正面マシンガニ速い、フラワーガードもう一回。サプライズバックで名前を話すが、大力大幅リード。最後は立ち台ゲーというわけで、優勝はボニムラ。おめでとうございます、拍手。